皆さんこんにちは、リュナリサです。ですね、今日は板橋の花火大会にね来てます。いや、コンビニもさ、なかなか入れないよね。なんかむっちゃ並んでたよね。ね、しかも、そう、りーちゃん浴衣なんやけど、俺ね、ちょっとね、ジンベ買えなかったっていう。あのね、なんかいつもギリギリなんで、買い損ねたんで。マジごめん。いや、気まずいわ、なんか俺普通に。許さないから。いやいや。で、なんか有料席、うん、もう、本当は欲しかったんやけど、うん、まあ売り切れだよね、普通に。うん、全部りなさん、遅いだよ、調べるの。なんか本当は隅田川の花火大会とか行きたいねって言ってたんだけど、そう、さすがに人がやばそうっていうので、うん、だからルナさんが板橋だったら行けるかもしれない。まあね、あれやから穴場あるんで。調べてくれたんでしょ。調べた調べた。楽しみあるんで、うん、まあちょっとそこでね、うん、花火見れたらいいかなみたいな。ちょっと俺に任せてくださいよ。うん、めっちゃ楽しみ。だまずなんか屋台あるのかわかんないけど、うん、ちょっと見に行こう。イエイじゃね。よかった。いや、マジ可愛いわ。ない、似合うね、りーちゃん。これ、キッズサイズの浴衣なの。いや、可愛い、めっちゃ。でもさ、自分で着たからさ、ちょっと変かもしれん。いや、まあ、全然可愛いでしょ。似合う、似合う。あ、なにそれ。それ、マジでやめて。じゃあ、行くぞ。でも、大通りから今、外れてるんよね。あ、あそこ、ここね。あ、なんか、匂ってくる。祭りの匂いがする。で、今日祭りの匂いが黙る。そう、実は、今日お友達も来てもらってて、ありがとうね。祭りの匂いですね。全部カットで。さすがに2人だとね、ちょっと動画回せるかわからんかったから、カメラをちょっとお願いしようと思って。何食べたい？え、きゅうり。きゅうりとわたあめ。センスしか感じない。確かに。なんかすごい長蛇の列やけど、これなんかどういうこと？なんかの並びだ。並びかもね。新しいルーターン。屋台なくね。屋台ないんだけど。なんかさっきたい焼きがあって、あ、なんかある、なんかある。何？何？見えねえ。あれな、何？これはこれからの借り。誰焼きそば？焼きそば食べる。焼きそばって書いてある。焼きそばね、いろんな匂いするね。座れないじゃん。あ？これ全然座る場所ない。だってここじゃないもん、全然。ここじゃないの？うん。俺のあの場はここじゃない。もうちょっと歩かなあかんから。どこまで歩く？俺のあの場はどこ？なんかひたすらしばらく歩かされてる。俺のあの場はまだ先だけど。もうもっと奥の方なんよ。だってさ、ここで花火打ち上がる。いや、本当だよね。ここだよね。いや、違うんだ。新兵器ですよ。いやだ、それはそれはない。ごめん、俺も期待してるよ、それは。ごめんけど、それはないわ。けど、有料席よりいいとこ。ごめんだけど、なんでそんな、なんか持ち上げたい。ここで良くない？俺で見れなかったりさ、怒る。俺、なんでもするよ。言ったな。言った、言った、今言った。なんでもしてもらおう。なんでもしてもらおう。とりあえず、カッパでお祭り行こうよね。さっききゅうりも売ってたしね。きゅうりも。でもいじくじゃん。きゅうり買いに行こうや。有料席の方は入れない。あの奥が有料席だもんね、向かってる方が今。だから有料席に向かってるんじゃないの？実は。ねえ、実はね。ルーさんの穴子は？だからここをやって。ここじゃない。もっとさっき奥の方だって言ってて、行き止まったから戻ってきた。なんか違ったんだもん。だってもうもういいって、もういいって。氷とか美味しそうって言ったらマジそうとか言ってさ、かき氷なんて美味しくないじゃん。写真もさ、全然撮ってくれない。だからこんな人いっぱいいる中で撮れるわけなかろうが。え、でもさ、写真も全然撮ってくれないで、さっきもすごい適当に撮ったよね。リサ、インスタン写真撮りたいって言ってんのにさ、なんでそうやってさ、適当なの。いやいや、花火大会人多いのなんて誰しもが知ってることでしょ。だからってこんなところで写真はなかなか撮れないじゃん。なんで普通に座ってるところでも撮れる。だから後では撮るって言ってるじゃん。後でなんだ。今じゃないもん。明るいのも撮りたいって。あ、そう。じゃあ今撮ればいい。だったら今ルナさんと二度とお祭り行かない。マジだる。
助けて。まあいいや、酒飲もう。こぼしたこぼした。何何何何ほんとに。え、バッタ、あ、あったあったあった。りーちゃん、りーちゃん顔拭いて。りー顔顔、はい。ユナナとりりちゃん、インヌのルー。りーちゃん、りー、いや多分マジでここは花火はガチで見れるから。花火は見れる。いやだから見れる場所探したから。いやよ、ユナさんが探したんじゃない。いや違う、どこで探したんだよ。え、ひろき、俺が探したんよな。探したように見せてるだけかもしれない。それはいや、リーちゃんさっきガチギレするし、せっかくさ、今日楽しみに来てんのにさ、リさんの機嫌損ねたのでなんだろ。それ写真撮る撮らないだけの話やん。だから俺の言い分もあるんだって。写真はだってさ、あんな人がいる中で撮れないやん。だからもうちょっと後でいいんじゃないのって言ったの。もうちょっと後でも先でも人はいる。いやだからけど今じゃなかったよねっていう話をしてんの。別に撮らないとは言ってないじゃん。悪かったよ、じゃあ撮るよ、今撮るよ。まあそういうのが嫌なの。そのなんか仕方ねえなって、こうやってさ練習してて入って渡すじゃん。ちゃんと撮れって。いいよ、花火とりあえず見よう。花火とともに撮るからちゃんと。ごめんね、撮るから。まあじゃあ乾杯ってことで、あとで俺も打ち上げ花火してやるから。下ネタ。エリちゃん、今日はいつもにまして可愛いよ。今さら今さら可愛いよね。本当可愛い。でも、うん、似合ってるもん。おお、上がるぞリ、上がるぞ上がるぞ。そう、撮っといて。どこどこ、どこ、え、どこ、あ、あっちか。すごい、すごめっちゃ木が邪魔やな。木が邪魔やな、確かに。でもなんか上にママ頑張ってくれてる。頑張れ頑張れ頑張れ、もっと上に。あ、ちょっとちょっとちょっと、低くない低くない、おーしゃー、おーすげー、すごいすごいすごい、マジマジすごい。やばいやばいやばい。うお、撮れた撮れた、撮れてる撮れてる撮れてる。消え直った、直った。あ、すごい、あ、すごいすごい、まあ、マジすごくない。いや、ほんとすごい。めっちゃ綺麗。あー、すごい。ほら、花火ちゃんと見れてよ。いや、俺が見つけた場所やからね。またやるか。じゃあ、みんな見とき。あー、おーおーおー、うわ、すげえ、すげえ、すげえ。おー、いや、綺麗な花火。わー、すごい。え、結構近くない？結構近い。大きいの上がってってる、上がってってる、すごいね。おお、すごい。え、マジすごくね。すごい。うわ、綺麗。チャンネル登録よろしくね。はい、というわけで今日はね、ちょっとリーテ橋花火大会行って少しちょっと喧嘩しちゃったんですけど、最後はね、まあ、みんなで大きい花火も見れてよかったね。ニコちゃんの花火見れた。
赤い写真うまく撮れてたよな。そう、ちょっと載せとく反対だったけど、うん、はい、というわけで、うん、今日の動画は以上になります、うん、この動画が良かったな、面白かったなと思ってくれたらぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントも書いてくれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。